第4巻は薬物療法について学びます。ご指導いただきましたのは昭和大学上島邦俊先生です。近年、抗うつ薬や抗精神病薬など新しい抗精神薬の開発が精神疾患治療に大きな変化をもたらしています。そうした薬物を使った正しい薬物療法を行う基本を身につけることが治療の基本であり、医師としての第一歩であると言えます。抗精神薬は中枢神経系に主要な作用の場を持ち、精神活動や行動に変化をもたらす薬物の総称です。安全性は比較的高いんですが、副作用が出やすいこと、有効量と中毒量の差が大きいこと、これは安全性につながります。それから服用しても快感が得られないこと、服薬が長期にわたること、こういった特徴を持っています。臨床的見地からの抗精神薬を分類しますと、まず精神疾患の治療に用いる薬としての精神治療薬と幻覚発現薬に分かれます。その精神治療薬の中に抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、気分安定薬、抗精神病薬、精神刺激薬などがあります。抗不安薬とは一般的に精神安定薬、マイナートランキライザーと呼ばれたものの総称です。不安感や緊張感を眠気や意識状態の低下を起こさない程度の量で、不安や緊張を緩和・改善させるものです。抗痙攣作用や中枢性筋弛緩作用もあり、抗転換薬・筋弛緩薬としても用いられます。この薬の主たる適用は神経症と心身症です。主な抗不安薬は次の通りです。特にベンゾジアゼピン系薬剤は抗不安薬として我が国で最も一般的に処方されている薬剤です。主な抗不安薬を見てきましたが、このベンゾジアゼピンという成分はどのようにして作用すると考えられているのでしょうか。中枢神経系には抑制性のギャバ神経があります。そこから放出されたギャバはギャバ A 受容体のギャバ受容体部分に結合いたします。そういたしますと抑制系の塩素イオンチャンネル、これが開いて塩素イオンが流れ込みます。ベンゾジアゼピン系の抗不安薬はギャバ A 受容体のベンゾジアゼピン受容体部に結合します。そうしますとギャバの働きをさらに強めてクロールの流入がもっと行われますので、これがポストシナプティックな神経の興奮の抑制につながります。すなわち抗不安作用となるわけです。